僕は。N の美術、僕そうね、仮面とか、スキンの話ね。仮面とかね、N は仮面とかだから。持ってないのあと、N とネアぐらいなもん。ネアをか、メンかな。おせえ、でもメンは仮面が濃すぎて、俺の中で。でも俺の中。中で調べる。ピカールを使いたかったと。これから下に。箱漁ってるやつが悪いよ。もうちょっと無理だと思うよ、これ。キャンプされてるし。浮かせて終わるか。終わります、これは。多分無理。キャンプだから。おい、そんなバカな。フレンドとやってるのかわかんない。キャントンマンだからこれ。みんな悲しむことなくてキャントンしてるやつが悪いんだから。もうキャントンしかしねえやつって面白くねえから。回んない。早くする。こういうの時間の無駄なんだよ。
すごい暇つぶしかめと、ドライ回るかもしれない。なんともないでしょ、人に出せばいいのか、わかんないじゃん。まあ、キュラーの反則行為に確定してるんで、俺たちの勝利ってこと。楽にやります。だってもうキャントンだから、キャントンはだから、来て、サバイバー側にクレームがあればもう無理だから。もう俺の方にクレームが確定であるから、もう許されないから。あ、面白くもねえからやってるこっち。ないでしょこれ。何トン使ってない。で人が減ったら動きます。完全。それまではひたすらキャントンします。どうなのだろう。次のゲーム行きたいような時間が無駄になりそう。頑張ろうとしてるのかな。荒らしてんだから、手だろ。次のゲーム行こうか。時間もったいないし、担当のやつにやったって。時間がもったいなくねえから、こんなゲームに。違う、これこいつは汚いことをやって人を減らしてるから、こいつの反則行為確定したから俺の勝ちだから、もうやらなくていいんだよ。もうちょっと時間もったいないで次に行きます。ちゃんと助け出されたらどうしよう。助け出されてもしょうかな。時間ゲーム性が崩壊してることをやってるから、俺たちは、汚いプレイによって、こうなっちゃってる。僕らの勝ちが確定してるんで、だから終わっていいっていう話で。どうなっても僕らの勝ちだから。時間の無駄なんですよ、もう。反則行動を、モラルに反してる行動を発生してしまってるから。キャンプトンネルで人減らすって、しょうもねえことやってるから、もう。よかったの。時間の無駄だから、次のゲームじゃん。そもそも人が減らされてる状態だから、かなり、悪質な方法で。4人いるときにキャントンじゃん、カードな。今になって発電機のとこに行きます。通らないから。相当手口が、汚いことをやってるっていう。あ、僕にクレーム入ってるんで、認めないんです、これは。反則行動が入ってるんで、僕の勝ちですね。
やりすぎてるものはゲームにならないんですよ。もう崩壊するんですよ。そのプレイをずっと繰り返されると。近い入り口か。誰だわ。いや、違反行為で数減らされてるから気にしなくていいよ、こんなの。抜けたかったら抜けて。生き残りたかったら別に。俺は次のゲーム行きたかったけど、なんかこんなことやらせたらやるはめになる。あいつ何してる？次のゲームに入る。取られる気が。剣する闇まで警戒する。またな、はい。
これや、これがヒロシャンデルマスバース、勝ったぞ。今日もの汚いプレイをして、そんな人間に女神は微笑まない。女神がいつも勝利させたいのは俺。正しいことを言ってるか。汚いプレイでゲーム崩壊させてる悪質キラーを成敗したよ。勝ったよ。俺の勝利、俺たちの勝利だ。俺がヒロちゃんの力、